開拓者の皆様、未来の首都からこんにちは。帝国最高権力者ゆずきゆかりです。ロホです。北極圏での開発事業に区切りをつけ、戻ってまいりましたのはトレローニー岬。多くの観光客に来訪をいただけるよう島の魅力を高めていましたが、このままではインパクトが足りない。博物館には待ち行列ができてたよ。ダメです。威厳ときらびやかさが足りていません。そこで今回は複数の大型建築物建造プロジェクトを立ち上げます。新世界のダムみたいな。世界からの注目度はそれをも上回ることでしょう。こいつらだ。じゃーん。歴史に名を残す世界博覧会の開催、私のための宮殿の建設、そして高層ビル群の建設、これで我がゆかりん帝国の名声も至高のものに。無本です。ゆかりさん、かわいいやったーの声が響き渡ることでしょう。では早速建築開始。はじめ、まずは世界博覧会の会場を建設していきます。予定地だけでもかなりの広さだ。島の外れの高台に予定地を設定。飛行船発着場からのアクセスも良好で、目の前には広大な青い海、最高のロケーションです。ですが、なんかうねうねしてる。地形の起伏の影響を受けてますね。もうちょっと良い場所はないかな。うん、市街地のど真ん中は比較的なだらかです。はいはい、君たちちょっと移動してね。区画割の見直し始まります。あまり住宅には近づけたくないので、エリアごとに空間を作っていきたいところ。世界博覧会。世界博覧会は複数の段階に分けて建設される展示のためのスペースだ。ここでは豪華なイベントを開くことができ、その報酬として特別なアイテムを所持した優秀な団体がやってくる。会場の完成まではここから4工程必要ですね。資材は他の島からかき集めれば問題なさそう。資材運搬と建築作業に時間がかかります。クラウンフォールさんのシャンパンを飲みながら優雅に待ちましょう。ただお待ちいただくのも退屈でしょう。こちらに完成品をご用意いたしました。あら、素敵なデザイン。クラウンフォールズ名産のガラスをふんだんに利用した建築物となっております。ゆずきガラス、世界に羽ばたく。せっかくなので名前をつけましょう。この構造、この景観、クリスタルパレスと命名します。独創的でいい名前でしょう。ロンドンの皆さん、ごめんなさい。クリスタルパレスも展示物として魅力的ですが、世界博覧会にふさわしい展示物も欲しいですね。と言ってもただがむしゃらに展示してはダサくなっちゃうよ。確かにごちゃごちゃに展示されては感動が薄れてしまいそうです。ここは博覧会の開催テーマを決めましょう。テーマに沿ったえりすぐりの展示物を集めるのです。コンセプトは大事。第1回はやはりゆかりさんですね。ゆかりさんをテーマに展示物を揃えてください。5つのテーマから選べるね。第1回は建築物をテーマにしてみよう。どうやらゆかりさんの権力が揺らいでいるようです。博覧会の規模も調整できるんですね。予算によって3段階。もちろん豪華絢爛な博覧会にしましょう。あとは優秀なスタッフが世界中から展示物を集めてきてくれるでしょう。私たちは会場を訪れるお客様をおもてなししなきゃ。はい、これが博覧会に必要な料理と装飾品の一覧。バナナチップスをご所望とは分かってますね。うんうん。世界博覧会の開催準備にもまた時間がかかります。この待ち時間でもう一つの大型建造物、宮殿を建設しちゃいましょう。宮殿。宮殿は帝国の意向を象徴する唯一無二の建造物だ。それだけではなく、お気に入りの街を改善し、その地位を高める効果がある。ふむ、何やらボーナスもあるみたいですね。建築場所はどこにする？博覧会会場の裏手に建築してみましょう。ドカッと。ふむ、これがアンピールでネオゴシックなビクトリア様式な宮殿ですね。建築ど素人だから言葉を羅列してるだけ。しかし本館だけでは宮殿としてちょっと寂しい。浴槽をいっぱいつなげて大きくしよう。ゆかりさんの建築センスに任せなさい。ここはウィーンのシェーンブルン宮殿を意識したデザインに。なんか左側がふにゃってしてますね。傾斜がね。場所を少し移動して向きも変えましょう。ゆずきリフトなら非破壊移動が可能です。この建築技術欲しい。よしよし、ここなら水平に見えます。では道路を接続して配置を修正。浴槽の種類も豊富ですね。門付きの塔まであります。いろいろな宮殿デザインが作れそうだ。どうですこの形状。カメラ移動してちょうだい。はいはい、ただいま。荘厳華麗、歴史を思わせる宮殿でしょう。あれ、ここ無人島じゃなかったっけ。しかし宮殿が原っぱにポツンと立っていては物足りない。周辺は敷石を敷き詰めて高級感を演出してみましょう。土地はいっぱいあるから遠慮なく使ってくれ。もちろんそのつもりです。おしゃれなフェンスも敷いてみたりして、誰とも知らぬ銅像も並べてみたりしちゃって、棒みたいなものを構えてる青年、ちょっとしたガーデンスペースも演出してみたりしちゃって、しちゃって。シンプルなデザインにしたいので、まずはこのくらいにしておきましょう。浪費した税金の額がやばそう。それ以上の繁栄をもたらしているからセーフ。このアングルが素敵。いいね、ピシッとしてる。夜になるとライトアップ、威厳たっぷりの顔も見せてくれます。夜中に事件が起きそうな雰囲気。この宮殿、観光庁としての機能も有しています。開設にあった町を改善するという一文化。併設する各省庁ごとに法令を設定できますね。島の魅力度によって設定できる法令も増えていくね。ゆかりさん権限で法令をパパパッと設定しておきます。デメリットはないし、ここは好きにさせておこう。宮殿の建築もこれで OK。
よし、そろそろ本格的に街の装飾を開始していきますよ。え、やるの？しかもニューマドリードじゃなくてクラウンフォールズ。こっちの方が土地がいっぱいあるからやりがいがあるのだが。しかし、この判断が湯月ゆかりを無限装飾地獄へと落とすことになる。ほら見てください、ロホさん、博覧会会場で花火が上がっていますよ。1851年並みに大騒ぎしてます。博覧会の準備が整ったみたい。いざ第1回クラウンフォールズ万博の開催だ。訪れたお客さんの反応は極上だ。うむ、大成功ですね。よかったよかった。お客さんがみんな言ってたよ、開催者は超目立ちたがり屋だって。目立ちたがりではありません、自然と目立つんですが。そうですね。私たちも博覧会を覗いてみましょう。中はこんな感じになってるんですね。テーマは建築物ということで。なるほど、石造りの古い神殿か。よくこのサイズの石柱を運び込めましたね。この土台もどうやって運び込んだんだろうね。床下からリフトアップできる仕組みに違いない。奥にも神殿の遺跡が。建物の博覧会にしてはバリエーションがない。今回は神殿フェスです。その後も続いた博覧会は期間いっぱいまで大盛況。多くの観光客と投資機会が訪れ、ウハウハな投資家たちはゆかりさんに感謝を伝えるのであった。この一番大きくて豪華な宝箱を所望する。躊躇はない。今回の報酬は専用の装飾品。これでさらに景観を整えろということですね。もらえる個数が決まってるから、いっぱい使いたければいっぱい万博を開催しないといけない。なぜここは個数制限が。世界博覧会開催の流れはこのような感じですね。テーマによってもらえる報酬も変わってくると。ほら、アニバーサリーがテーマの博覧会では意味ありげな数字と銅像が。あのシリーズは26年目を迎えております。多くの年代を舞台にリリースされてまいりました。先輩でしたか、お世話になります。いや、世界博覧会は大成功に終わりましたね。帝国の威信が完成としたこと間違いなし。あとは装飾品やアイテムを集めるためにポチポチと開催していくね。世界博覧会と宮殿の2つをクリアし、残すは高層ビル。これに先立って市街地に大きな商業施設を建設したいと考えています。商業施設、紳士淑女、大人から子供までモダンな住民みんなの憧れ。終盤、デパートを建築しましょう。デパート、裕福層向けの様々な消費財を提供する。デパート、百貨店が登場したのも19世紀だね。時代の最先端を行くゆかりさんにぴったりの施設。確かに私よりもゆかりさんは最先端だ。うんうん、おしゃれなデザインだ。それでこのデパートでは何を取り扱ってるんでしょうか。トースター。いいですね、家庭でも焼きたてパンが食べられるなんて最高じゃないですか。で、あとはトースター。ライバル会社ですか。競合他社が同じデパートに出店しているのは大変ですね。あれ、他の商品は。もっと頑張れ。はい、アンロック待ちですね。デパートは高層ビルに住む技師や投資家が要求。その高層ビルへのアップグレードにも着手。すでに高いところから見下したい人々が続々と入居しています。馬鹿だ。高層ビルにもレベルが存在し、より高い階層のビルに住む人間はより多くの欲望をぶつけてきます。ビルの維持費は膨大なため、この需要を満たしていかないと。その分のお金も落としてくれるけど。もう十分なんですよね。高層ビルにはパノラマ効果もあります。周囲よりも高い高層ビル、より多くの高層ビルを見下せるビルにボーナスが入ります。高さで勝負だ。とはいえ高層ビルだらけにもしたくないのですが、さてどうしたものか。高いビルを揃えていかないとデパートの品や特定の建築物が利用できないんだよね。他の島も利用してぼちぼち対応していきますか。ここからは街の装飾をしつつ、高層ビルニョキニョキ作戦を展開していきます。技師のビルは3段階、投資家のビルは5段階までニョキるよ。投資家の高層ビルをニョキるには、そのレベルの需要を全て満たす必要があります。こりゃ大変だ。多くない？めちゃくちゃ多いです。ガムやビスケットに始まり、ゾンビ対策にもなるタイプライター。リボンは別売り。家に設置したい商品ナンバーワンのビリヤード台。ゆかりさん調べ、ゆかりさん基準による。この一覧を見た時の私のリアクションしましょうか。うわあ、こいつらふざけやがって。全員が全員使わないだろう。もう新世界の土地余ってないよ。どうやって生産しろというのさ。再開発、あそこまで開発して。チョコレートとタバコで満足してよね、お願いだから。と少々情緒が不安定になってしまいました。下の商品ほど生産チェーンも複雑だから頭が痛くなるね。全てを自給するのは無理なので、ここは優秀な人材の力を借りることにしましょう。助けて、ブルースカイデリバリーサービスさん。どちら様でしょうか。サービスさんは住宅を管理する施設、町役場に配置することで効果を発揮するお方。デパートや家具店の需要を満たせば、一部の商品を無料でデリバリーしてくれるのだ。たとえ商品が不足していても。無から有を生み出す能力を持つ異能者だったか。もはや神のようなお方。こういったアイテムを利用して需要を満たしていきますね。さらっと名前を出した家具店はこちら。外観はデパートと同じタイプの建築物となっています。施設効果もデパートと同じように、富裕層向けの製品を開発し住民へ販売中。バンカーズランプやパーテーションといった贅沢品だ。こちらも条件を満たさないと販売できる商品が増えていきませんね。やれやれ。こういった大型施設で消費販売している商品、それらを生産している施設も紹介しておきましょう。まずは熟練の職人が集う工房。
繊細な味わいを楽しめるコニャックや細やかな装飾が施されたビリヤード台など富裕層の渇望を満たす粋な一品を制作中。うちにもビリヤード台が欲しい。今なら特別価格でご提供しますよ。隣は組み立てライン工場、決められた製品を大量生産しています。労働者もラインの一部となって働く今一番ホットな職場です。一度バイトしたら心が折れて尻尾が毛羽立った。ご覧いただいた通り、クラウンフォールズの開発は佳境を迎えております。裏では市街地の装飾も実施。あれ、ゆかりさん今何やってるんだろうと虚無になりつつデコレーションしていきます。楽しいんだけどたまに我に返るあれ。では街の各所をご案内しますね。ゆかりさんツアーへようこそ。市街地中枢は高層ビルが立ち並ぶエリアに、銀行やデパートなどが住民たちの要求に応えるべくフル回転営業中です。高層ビルはまだ足りてないからもう少し増やす予定。博覧会会場の周辺も空き地として確保しています。投資家や技師だけでは経済は回りません。少し外れた地域には農家や労働者階級が暮らすエリアもあります。教会や警察署を地区のシンボルとして生活する彼ら、こちらには雄大な自然を生かした公園もあり、住民たちの憩いの場所として重要な役割を担っています。ところどころ古い塔や塀もあるよ。歴史の名残があるレトロな街並み。変わってこちらは職人街。メインストリートを中心に職人と技師の住居が理路整然と立ち並ぶ再開発エリアとして整備された比較的新しめのエリアです。メインストリートはそのまま宮殿に続いてるよ。もちろん最新鋭の設備を備えた大学も用意。未来を担う優秀な若者たちがこの地区から誕生することでしょう。うむ、我ながら良い眺めだ。公益所がもう一つ建てられたらこっちにも設置したかったね。会場の装飾はまだまだ工夫できそうです。宮殿の周りは観光施設や教会などの憩いの場所を整備。白と緑を基調とした美しい街並みに思わず詠嘆すること間違いなし。まだ建築したい施設があるので宮殿裏手は空きスペースになっています。高台には一次産業に従事する住民たちの集落も存在。美しい木々や花々と暮らしながら市街地を見下ろすことのできる、ある意味一番の勝ち組が暮らす場所かもしれません。自然も豊富で私好みのエリア。島反対側の高台には一面の小麦畑。今日も刈り取り作業が行われ、住民たちに新鮮な小麦粉やパンを提供しています。盛大に炎上中。消防署建ててなかったと。クラウンフォールズの開発もかなり進み、見栄えも整ってきました。あとは記念となるようなモニュメントを建設したいのですが、ちょっと疲れたのでウィリーさんをしばいてきましょう。突然の砲弾がウィリーを襲う。難易度等の都合でライバルたちとの関係が良好なんですよね。ですがせっかく整備した軍艦を利用しないのももったいない。唯一敵対しているウィリーさんには犠牲になってもらいましょう。すでにベリルおばさんにボコボコにされてるのにかわいそう。おのれ紫髪おばけめ。両者戦。こちらの戦力はこんな感じ。島一つを落とすには過剰戦力じゃない。どのくらいの戦力が必要かわからないので全力です。行け。全訪問一斉射撃。北極ガスを利用した青い炎による攻撃が綺麗。今回はアリカント級に投下爆弾を搭載してきました。空からの脅威に震えろ。初めて使うからもたもたしてます。心優しい平和主義者のゆかりさんですから、今までライバルを蹴落とすなんて思いつきもせず機会もなかったもので、容姿もう少しで設置砲台は殲滅できます。ファイヤーファイヤー。あとは攻撃所を落とすのだ。こうなると挽回は難しい世界だね。別の浜辺に設置していた砲台を落としたところでゲームセット。ウィリーさんの本拠地はユカリン帝国の傘下へ下ることになりました。ようこそウィリーさん。こんな建築林に従ってたまるか。おや、まだ戯言をほざく元気がありましたか。ではインドを渡して母君の元に返してあげますよ。うわ、心優しいユカリさんだな。エンベサの島に駆け込み入植していたウィリーさんですが、それもここまで。全ての島を失ったウィリーさんは開拓事業から撤退。こうしてまた一つユカリさんの偉業が歴史に名を刻むのであった。他のライバルはどうするの。二人とも同盟締結してるんですよね。このまま仲良くユカリさんの貿易相手になってもらいましょう。ひよった。ああ続く。